パンパンハロー YouTube。 あ、このチャンネル何かが違うと思って再生を止めようとしたあなた、まだ早いですよ止めるの。ということで皆さん、人生謳歌してますか？2次元より3次元がいいなんて言ってませんか？絶対2次元でパンパンしたい、モブストです。最後まで見てくれたら絶対チャンネル登録したくなると思う。多分 80% ぐらい、60% ぐらい、50% ぐらいにしとこうか。ということでね、なんでこうオープニングでね、皆さん人生を謳歌してますかっていう話をしたかと言いますと、いろんな話が複雑に絡み合うんで、まあ、ちょっとゆっくり撮っていこうかなと思ってるんですけど、私ですね、主に YouTube、 そして Twitter、 そして Instagram、 3本柱で活動させていただいてるんですけど、その中ですね、この YouTube のコメント欄にコメントを残すっていうのは結構ハードルがね高いみたいなんですよね。で、まあ、こういうチャンネルなんで本当に軽い感じでコメントを残していただきたいんですけど、あの誹謗中傷はやめてくださいね。訴えますから。気軽にコメントいただけると嬉しいんですよ。まあかしこまらないでね。そんな中はですね、別にそのアドバイスとかできる立場でない人間なんですけど、まあやっぱツイッターの DM とかね、相談、まあ相談なんかな、まあ忍者に乗りたいと思ってるんですけどって、またねその子がね、ちょっと名前出していいのかな、名前出していいんかな、まあ多分他にもいっぱいいるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ浩平さんっていう高校生の方なんですよね。忍者に乗りたいと思ってるんですけど、まあ250と400で悩んでいると、ね、どっちがいいと思いますかっていう DM をいただいて、まあ私の考えを伝えさせていただいてですね、最終的にはやっぱりその自分が乗りたいと思う、その忍者に限らず自分が乗りたいと思うバイクに乗ったがいいと、そういうやり取りをねさせていただいてて、まあ、やっぱこういろんな方とねやり取りさせていただくんで、そのやり取りしたっていうことはやっぱちょっともう記憶が薄れてたんですよね。で薄れてた頃に買いましたと買いましたっていうか免許取れましたと、でわあよかった、あいやーやっぱ取れたんだと思ってね、こうもう一気に記憶が蘇るわけですよ。でこういろいろ変えてあってね、高校生にしてはねすっごくこう丁寧な文面でメールをいただいてね、それでこう人柄が浮かばれるっていうかね、まあやっぱこういうなんていうんかな、真面目な大人から子供まで見れるような元ブログを出してる人のところにはやっぱそういう類は友を呼ぶというか、いくら若いって言ってもちゃんとした人が来てくれるんだなと思って。ああまあそれはね、もう俺こんなつねチャランポランなんであれなんですけども、ほんとねめちゃくちゃ丁寧なメールをいただきまして、でそれを拝見してるとね、お免許取りましたって文面からね嬉しさっていうか、もう乗るのが楽しみっていうのが伝わってくるんですよ。結局買ったバイクがね TZR ですよ。 TZR TZR って T っていう発音がね、こういう言葉っていうか、あの収録では伝わらないんですよね。 T ですね、 T X じゃないですよ、T ですね、 TZR、 TZR を買いましたって。で TZR って言われてね、今ピンとくる人がどれだけいるかっていう話ですよ。何年ぐらいかは知らん、俺もわからん、実際乗ってみたこともないし、まあ、何年ぐらいに発売されてどういうマイナーチェンジをたどっていったかっていうのもちょっと分かんないんですけど、 TZR を買いましたと。 TZR っていう言葉は聞いたことあるけんね、マジかと。高校生、まあ高校卒業するってなったら17ぐらいか、10代のうちにツーストですよ。ツーストって分かります？もう今ねフォーストとかなんでなかなかねピンとくる人いないと思うんですけど、これはね俺もねツースト欲しいんですよ。
このねツーストっていうのはね、パワーバンドに入った時のパワーの出方がね、狂ったようなパワーの出方するんですよね。そしてもう上まで一気にぶん回るっていう、一回乗ったらね本当もう病みつきになる。車で言ったら VTEC とか若干ターボラグがある車でブーストがかかった時に狂ったように加速し始めるっていう、まあそういう加速の仕方、あれはねもう本当に、もう VTEC もねそのまあターボ車も病みつきになるんですよね。それと同じようにやっぱツーストもね、あれはやばい。だってね、普通のさ、普通のエンジンが、普通のエンジンっていうか何をもって普通のエンジンっていうか知らんけど、普通のエンジンがね4回2往復で1回点火する間にツーストって2往復に2回点火しますからね。ツースト買いましたってなった時にね、うわーいいなってね、平然とあるんですよ。狂ったみたいに加速するけん病みつきになりますよっていう話をしてて、そんなまだ慣れてないんで気をつけてね乗って楽しんでいきたいと思いますっていうご連絡をいただいてね、まあ、本当にねこのモトブログっていうジャンルで活動しててよかったなと。まあね、もちろんその誰かと一緒に走るっていうのも楽しいことなんですけど、リアルではもうあんまないですよね。17歳とか、まあ、16歳と絡むっていうことがね、ましてやその普通にツイッターしてるだけだったらまあ来ることもなかったんじゃないかなということが多々あるんですよね。何かの縁があってそういうやり取りをさせていただいて TZR を買いましたと本当納車を楽しみにしてますっていう風にお伝えしてるんで、もうちょっと今から納車が楽しみなんですよね。でまあそうやってね、もう本当17歳の子、まあ17歳だと思うんですけど、17歳って勝手に決めつけてるんですけど、17歳の子がそうやってツーストを選びましたって なるのがまた面白いというか楽しいよね。こうやってまたこう変態の沼に足を踏み入れていくだろうなと思いましたね。あーどうしようかなって悩むこと多くなりません？年齢を重ねていくにつれて、ちょっと安全牌で行こうとしてるんじゃないんですかみたいな、やっぱ俺も若くありたいなっていうふうに思ったんで、もっとなんかやりたいようにやろうみたいなあーって思ってね、えやりたいようにやりすぎるとこうちょっとなんやろ、 YouTube から怒られるんでねえ、おっぱい出して温泉入っとる人とかおるやん。あんなさ、あんなおっぱいぐらいでさあなたサムネ卑猥ですねみたいな怒られるっていう。もし何かで悩んでる人がいれば、自分が最初に思ってたのと違う選択をするっていうのもありかもしれんね。いろいろ考えてこっちっていう結論を出すのはもちろんいいけど、2択しかないと思ってたら、後ろを振り返ったら3択目があったっていうこともあるけんね。そうやってね、視野を広く持って生きていてほしい。誰に伝えてるかわからないけど、もしね悩んでる人、もちろんねバイクやけどね、人生の大切な節目でそんな簡単にっていうのはできんやろうけど、そういう選択肢もあるよということをね、俺もちょっと勉強させられて、のびのび生きようみたいなのびのび生きようと思いましたね。でまあその免許を取られたっていうことで言えばね、同じくツイッターでやり取りさせていただいてる藤下軍曹がですね、なんと免許を取得されたということで、これから楽しみでありますね。まあまだバイクは保管の問題とかいろんな問題でね、まだ購入はされてないらしいんですけど、いやー楽しみですねこれから。そう、まあ実際問題まとまったお金がある程度はかかるん で買った後もやっぱ維持費はかかるんで、急がず焦らず藤下さんにも素敵なバイクをね見つけてほしいなと思います。まあ藤下さんは軍人なんで、ミリタリーのバイクを買うかもしれんね分からんけど、もうウォーキングデッドみたいなダリルが乗ってるバイクみたいな、あれは軍事用じゃないけどね。ということでお二方とも楽しみにしてます。あとまた悩まれてる方、まあ自分忍者に乗ってるんですけど、まあ忍者で悩まれてる方いらっしゃれば、些細なことでも相談いただければ答えられる範囲であなたを導きます悟りが開けるかもしれませんよ。お二方ともバイクを謳歌してください。うん、そうね、バイクに乗ると人生も多少なりとも謳歌するかもしれんね。はい、
ということで今からが楽しみであります。なんで人生を謳歌してますかっていう話から入ったかというと、まあバイクを買いました、免許取りましたっていうのもあったんですけど、もう一つ今日行くところに今日行こうと思ってるところに関連っていうか関わりがあるんですけど、あのね、人生を謳歌するためには3次元じゃないと謳歌できないんですよ。2次元に行きたいとか言ってませんか？絶対2次元でパンパンしたい、モブストです。いい大人が2次元とか言ったらもうダメですよ、こっちに帰ってきてくださいっていうことでいつもと同じ